どうも、音楽講師のもちです。先日坂本龍一入門と題しまして、初心者におすすめのアルバム5枚を紹介するという動画を出したのですが、予想にね反しまして好評だったので、今回はねスケベ心丸出しで2匹目の土壌を狙っていこうということで、第2弾、やっぱりね坂本龍一といえばピアノでしょということで、坂本教授の楽曲の中から初心者向けのピアノ曲を7曲私の独断と偏見で選びまして、そちらを今回は紹介していこうかなという、そういう企画でございます。まだねこちらの動画見てないよという方はね、概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。今回はですね7曲に絞ったということで、泣く泣くカットしたね名曲もまだまだたくさんございます。なのでね、この曲入ってないけどね好きだよとか、この曲おすすめだよみたいなものとか、あるいはねこの曲入ってねえじゃねえかこの野郎みたいなね、そういうお叱りありましたら、感想、苦情、要望、その他もろもろコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ということで行ってみましょう。どうぞ。1曲目は初心者向けと歌っている以上もうこれしかないでしょう。坂本龍一といえばピアノのセンメリ。もちろんね、いろんなご意見があると思うんですよ。コアなファンからしたらセンメリはもういいよとかね、あると思うんです。でも例えば初めてライブに行って絶対聴きたい曲ってこういう曲だと思うんですよね。私毎年のように山下達郎さんのライブに行ってるんですが、達郎さんがこんなことをおっしゃってたんですね。ライブの瀬取りを考えるのは毎回骨が折れるんです。ライブにはいろんなお客さんがいらっしゃいます。毎度足を運んでくれる、言ってみればお得意さんのような方から、山下達郎のライブに来るのはこれが最初で最後というお客さんもいらっしゃるでしょう。だったら私はそういう一期一会を大事にすべきだと思います。だから誰に何と言われようとクリスマスイブは絶対にやります。皆さん、ライブで一番盛り上がる曲は何だと思いますか？答えはですね、みんなが知っている曲、これです。カラオケでもそうですよね。自分だけが好きなマニアックな曲を熱唱しているとき、楽しいのは自分だけで、気がつくと周りのみんなは退屈そうみたいなね、そんな経験ありませんか？これも過去の私なんですけども、まあ、ちょっとね話が長くなりましたが、ということでね、誰が何と言おうとセンメリは外せません。ちなみにこの曲はですね、スラッシュ04というアルバム、他多数のアルバムに収録されています。どちらかというとピアノバージョンの方が有名な気がしますが、オリジナルバージョンの方もね、素敵なアレンジなので、機会があればぜひ聴いてみてください。それからね、別の動画で坂本教授本人がセンメリを解説したものを解説するという、ある種のね、こうマトリョーシカみたいなね、動画も上げてますので、興味がある方はぜひそちらも、概要欄の方からね、チェックしてみてください。最後はね、告知でした。続いて紹介する曲はこの曲。この曲はですね、教授のファーストアルバムに収録されている同名の楽曲のピアノバージョンです。この曲はですね、オリジナルバージョンの方もかっこいいんですが、このピアノバージョンもね、これ連弾になってるんですけども、これめちゃくちゃかっこいいんですね。で、クラップとかね、エレピもうっすら重なっているので、まあ純粋なね、ピアノソロというわけではないんですが、スラッシュ05というアルバムに収録されています。この曲はね、個人的にはね、ぜひ聴いていただきたい。めちゃくちゃかっこいいです。もう一回言います。めちゃくちゃかっこいいです。続いてはこの曲。教授といえばセンメリですが、やっぱりラストエンペラーのインパクトは絶大ですよね。日本人で唯一のアカデミー賞受賞者で、その受賞作ということですから、なのでね、この作品もやっぱり外せません。ただね、正直言うとこの曲はやはりまずオリジナルバージョンを聴いていただきたいというのがありますね。壮大なオーケストラバージョンの方がこの楽曲の持つ本来の世界観を反映しているように思います。とはいえこのピアノバージョンも素晴らしいのでね、今回はセレクトしました。先ほどの千のナイフ同様、スラッシュ05に収録されていて、こちらはねピアノソロの形で聴けるので、ぜひこのバージョンを聴いていただきたいなと思います。むしろね、あの壮大なオリジナルバージョンをピアノ1台で再現したと考えれば、このピアノバージョンの価値を感じていただけるのではないでしょうか。次の曲はこの曲。この曲はですね、娘の坂本美雨さんのために作ったと言われている、とてもシンプルで聴きやすい美しい曲だと思います。そういった意味ではね、この曲本当に癖がない美しい曲なので、まあ本当の意味でのね、初心者向けなんじゃないかなと思いますね。僕が初めて聴いた時もキャッチーですごく美しくて聴きやすいなと思いましたね。達
収録は BTTB というアルバムで Back to the Basic の略で、つまり原点回帰という意味のアルバムになっていて、全曲が基本的にピアノ曲のみの構成になっているというね、あの当時の教授のアルバムの中ではとても珍しいアルバムでした。続いての曲はこちらになります。この曲はですね、もともと YMO 時代に発表した楽曲で、それのセルフカバーという位置づけになるんですかね。この曲もですね、BTTB にボーナストラックとして収録されています。個人的にはこの曲が今回一押しということでね、絶対聴いていただきたい曲になります。これはピアノを2台使いまして、1台には下のパートを記憶させ再生させながら、もう1台を教授が演奏するというね、一風変わった連弾形式になってまして、だからこれライブの映像を見ても、誰も座っていないピアノが勝手に動くっていうね、とても面白い映像が見られるので、もし機会があればぜひ見ていただきたいなと思います。この楽曲に関してはですね、オリジナルバージョンよりも私はこのピアノバージョンを断然おすすめします。それぐらいね、本当に本当にかっこいいです。聞き応え十分、見応え十分の傑作です。続いての楽曲はこちら。この曲はですね、2013年の大河ドラマのテーマソングのピアノバージョン。ここまで紹介してきた作品は全て2000年代前半までの作品でしたが、この楽曲に関しては10年前の作品になりまして、今回紹介する作品の中では最も最近の作品ということになりますね。教授が大河ドラマの音楽を担当したのはこの作品のみと記憶しておりまして、その点でもとても印象深い作品ですね。とても切ないいい曲だと思います。最後の1曲はこちら。この曲は高倉健さんと広末涼子さんが出演されていた映画のテーマソングのピアノバージョンで、裏 BTTB というアルバムに収録されています。このメロディーの感じはまさに坂本龍一っていう感じですよね。ここ2曲はね、切なめの曲を並べましたが、教授の切ないピアノカテゴリーの中では個人的にはトップクラスにこれ好きなメロディーですね。ちなみに裏 BTTB にはエナジーフローも入ってますから、興味がある方はね、ぜひこのミニアルバム聴いてみてください。これね、完全に余談なんですけど、ちょうどこの映画が公開された頃っていうのが、広末さんが早稲田大学に入学されて登校される頃だったと思うんですね。で、実は僕早稲田の OB でして、しかもその広末さんが在籍していた時と私が在籍した時被ってるんですね。まあちょっと一つ二つ僕の方が先輩なんですけども。でね、その広末さんの初登校の日の、まあ大騒ぎというかね、すごく覚えてるんですけど、僕はその時知らなくて、その広末さんが初登校の日だってことを知らなくて、学校に行ったら、まあえらい人だかりができてるわけですよ。パパラッチ系のカメラマンの人とか、カメラ小僧みたいな人がもうすっごい、もうキャンパスの中から外からもういっぱいでですね、なんでこんな人多いのかなと思いつつ、まあ、ちょっといつものね、学校のたまり場に行ったんですよ。そしたらそこに、まあ、友達がいまして、今日なんでこんな人多いのって言ったら、まあ、その友達がですね、なんか今日広末がね来てるらしいよ。あ、そうなのって言って、だからその友達がね、得意げな顔して、俺さっきね広末に会ったよなんて言うわけですよ。だから広末に会ったって言うからね、このキャンパスの中でこうすれ違ったりとかね、なんかしたのかなと思って、どこでって聞いたわけですよ。だからちょうどね、彼と僕がこう喋ってるのたまり場がね、まあ、大熊講堂の隣ぐらい、まあ、つまりこう窓からこう覗くと、ちょうどね正門がこう見える感じ、バッチリ見えるぐらいの感じの位置関係なんですけど、どこで会ったのって言ったら、いや、ここからこう見たんだよって言って、いや、でそれはもう価値観の違いですけど、それはあったとは言わないでしょ。見たって言うんだよ、それは。で、俺広末見たよって言ってほしかったですもんね。まあそこはもう価値観の相違ですけどね。まあそんないい思い出があります。どうでもいい話ですけどね。そんな感じでね、7曲紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。もし皆さんのお気に入りの楽曲なんかもありましたら、ぜひコメント欄でね、教えてください。この動画が良かったよという方は高評価を、今後も様々な音楽系の動画を作ってまいりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。